来られました来られました、バイオリニストの直人さん。あ、乗ってらっしゃるね。直人さん、いきなりすみません。びっくりした。びっくりしますよね。バイオリニストの直人さんです。よろしくお願いします。大阪からありがとうございます。ようこそ岡山へ。お疲れじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、朝5時14分まで生放送やってました。深夜の生放送を終えて駆けつけてくれたスペシャルゲスト、直人さんです。そんな直人さんはカレーマイスターの資格を持つ芸能界屈指のカレー好き。ボイスのカレー特集に出演した際には、もともとは普通に働いてらっしゃったんですよね。そうですね、はい、それで岡山市内のスープカレー屋さんをお食べになった時に感動されて、はい、スープカレー屋をやろうかなと思ってこちらでやられるようになったっていうところがあってますよね。素晴らしい。それはあ、僕こんな山椒がきちんと、はい、表現されているスープカレー屋さん初めてです。お世話になっている直人さんを再びカレーでおもてなし。おっと表情変わったよ。直人宮武カレーな2人ということでですね、3月にシュガー&スパイスとして天神ナインでライブを控える直人さんをおもてなししようという特別企画を2週続けてこの金曜日にお送りいたします。今回お邪魔したのはこちらです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、岡山市北区大工にある人気店パイシーパイスです、うん、それでは続きをご覧ください。直人さん、このパイシーパイスはご存知でしたか。はい、はい、知ってました。僕がやってるカレー部があるんですけど、その、まあ、僕部長なんですけど、副部長 のシンガーソングライターの浜畑洋平くんがよく岡山に来てて、ここによく来てるって言ったので、あ、どんな感じって聞いて、はあ、美味しいっていうのは聞いてます、ということはもうメニューもチェック済み。はい、もちろんです。あ、そうですか。南インド料理専門店パイシーパイス、オープンから7年、今や全国のカレー好きをうならせる有名店です。スパイスのこの量すごいですよね。南インドケララ州出身のシャビンさんがおばあちゃんお母さんから受け継いだ家庭料理が基本です。岡山県産や国内産の素材にこだわりながら、南インド地方の本格的なカレーをメインにスープ、季節野菜の副菜などを合わせたミールス、定食が人気なんです。こちらがそのミールス、種類がいっぱいありますね。美味しそうだな。南インドはお魚使うっていうところが多いので、僕お魚大好きなので、魚系のカレーを、まあ、もちろんこういくつもこうあってちょっと混ぜ混ぜしながら食べるんですけど、南インドカレーってやっぱりココナッツも使うし、だからこそ優しい系のカレーなんですよ、うん、優しいなんだけど香り付けのスパイスも使っております。だから胡椒生まれた場所なんで、ケララ州というのは、はい、だから胡椒使ったり、それバランスするためにカルダモンとかちょっと甘いスパイスも使ってるから、優しいカレーっていうか、優しいカレー、優しいって感じ。何歳からカレー食べれます？3? 2、3歳から豆カレーね、こっちに切って食べれる。今ね、シャビンさんの娘さんが、まあ、食事をとってるんですけど、手で食べてますね。手が美味しいんだな、本当はね。手で食べてるね。これ、南インドの方って、直人さん、はい、こうスプーン使うことは、あ、やっぱ手食が基本だったんですけど、はいはい、最近めっちゃ減ったんですよ。その理由何か分かります？新型コロナウイルス、うん、あ、やっぱり何ですか？スマホがベタつくのが嫌。そっち、そうなんですか？めちゃくちゃ一気に、だから画面の反応が立ちパネルがしにくくなるんですよ。でそれをこう食べてる時に見たいから、こう行きたいのにって思って、今までやらなかったスプーンを使うようになったらしいです。へぇ、はい、いただきます。はい、どうもありがとうございます。わぁ、いや素晴らしい、ね、もう綺麗だもん。だからもうキラキラですね。そう、これで美味しくないわけがない。まず見た目からね。そうそうそう、あ、香りもいいんでしょうね。メインの魚は日によって違います。この日はサバでした。あ、サバ。そして副菜の数々。こ
甘み、辛み、酸味、塩味、旨味の全てが調和して芸術的な味となるのです。辛いのかな、これね。これたまらんよ。おお、おいしい、辛いけど美味しいよ。これ今召し上がってるのは何ですか？これがラッサム。ラッサムっていうスープなんだけど。スープ。はい。だから腸とか肺にはいいって言われて、だから二日酔い時はよくお客さん好きで飲むスープなんですよ。そして今度はね、ヨーグルトのカレー。はい、ビーツが使われている。はい。あ、大好き。相性抜群。これ早くライスと食べたい。1個ずつ、これがかぼちゃのエリシリというちょっと甘みがある料理です。甘くて美味しい。メイン、はい、フォーマル最後にメイン、さあシャバシャバ系です。おっといいですか。と、いや、めっちゃ表情変わったよ。あー、いいわ。よかった。うわ、サバっていう本当にもうサバっていう、だから出汁から作るんで、あの味がしっかり入りそう。なるほど、サバの旨味がしっかりと、はい、頭とか入れて作るんですよ。美味しい。あとはお好きに混ぜ混ぜと、はい、これ普通に食事しちゃいますよ。あ、ほんと。ご飯終わった。終わったね。美味しい。ちなみに私宮武は特別カリーミールスいただきました。はい、メインのカレーは日替わりとなっておりまして、この日はマトンでしたね。癖になる味でした。まあ、最後は混ぜて食べるのをお勧めします。はい、召し上がってみて、はい、やはり来てよかったですか？最高です。岡山は美味しいカレー屋さんが多いので、そんじょそこらのそのレベルだと成立していかないんですよね。カレー偏差値が高い。そう、みんな言われます。そうなんです。そう、岡山ってカレーのそんな、はいはいはい、聖地と言ってもいい場所なんですね。最近東京からとかもよく岡山のお客さんで聞かれますね。ああ、本当行きました。でもこれだけカレー召し上がった方がね、シャビさんもめちゃめちゃ嬉しいです。よかったですね。そうですか。いや、直人さんですよね、はい、本当全国各地いろんなとこ飛んでカレー食べて、だ雑誌もっていうか本もね作ってる方じゃないですか。その方が岡山のカレー美味しい最高ですって言ってくれるの嬉しいですね。食べ行きたくなりますね。行きたくなります。ですよね。もうライブが岡山だったら本当嬉しいって言ってました。食べられるから。あ、なるほどね。はい、ということでパイシーパイス営業時間や、ね、お問い合わせ先こちらとなっております。はい、インスタグラムでお店のお休みの日や特別カリーミールスメインの具材などお知らせしているということです。ぜひチェックなさってみてください。そして直人さん率いるシュガー&スパイスの天神ナインライブはですね、こちらにありますように3月10日日曜日となっております。チケット発売中、お早めにお願いします。来週は直人さん絶賛のスープカレーのお店ご紹介します。